あと第2部にあの今回の主題であるパクソス、あまり耳慣れない人がいるかもしれませんけども、どういうところでどういうふうに使われているかって話をしようと思います。で、まあ、ここで紹介するのは2つの論文もメインな,いなそのチャビっていうやつ、先ほど言った DFS やピックテーブルで使われているって話と、それから、えっ、ー、と、ボルですね。これはクバナイトスのむしろ ひな形というか走りの発火点になった論文ですね。でパクソスどう使われてるかってことでまずそのパクソスの動きをイメージしてもらおうというふうに最初にちょっとアズールの例を挙げようと思います。でアズールっていうのは濃度がこういうふうに多重化真ん中にプライマリー濃度ーっていうのがあって。 で、データの読み込みは実はプライマリーから読み込んで終わりになります。だここでデータの読み込みがあったとすると、で、悪のあ値を返して終わりです。で、問題は、まあ、読むのはそれでいいんですよ。で、ただ書き込みがあったときに、これは、あの、値は同じままですからね。で、書き込みがあったときにどうなるかっていうと、アズー e の場合には、えっと、 一旦この書き込みが行われると、プライマリーはそのデータを、えー、とセカンダリ、ノ、あのー、ードにコピーします。で、この場合だったプライマリーは4つのレプリカに書き込みをします。で、それがそれぞれアクノレッジを返します。これ見てほしいんですけど、右から2つ目のやつはアクコを返してないですね。で、ただ、 これ多数決であの5分の3、5分の1、2、3、4が、まあ、あの、あのレプリカの4つのうちの3つが悪なりというを返せば、もうこの時点で悪を返しちゃうんですよ。ででただ あのこいつが後で遅れて悪を返してもこれはもしこいつの調子悪くてみんな遅れちゃったんでその前に実はシステムとしては多数決で読み出しのレプリカからの,あの書き出しの成功の,あのアクナルジムが変えればでそれでよしとするんです。ででさらにですねあのもしもあのエラーが起きたと。 で、濃度を再構成します。例えば、このプライマリーが怖かったら何が起きるかというと、で、こいつを除去して、実は他の,あのセカンダリーがプライマリーに昇格します。こいつがリーダーになります。で、さらにですね、で、もしもある故障して、こいつが死んだとすれば、これを取り除きます。で、で、レプリカ、故障したレプリカを修復したり、 それから新しいセカンダリーを追加する。で、こういうこともですね、あのこれの元のスタイルに戻るんですよ。これを大事なのは、これを自動的に全部やってのけるってことなんですね。あの、人手を返す必要はない。これも実はパクソスの大事な働きの一つ。こういうことをやるのがパクソスの、まあ、そ,それがパクソスだってわけじゃないけど、パクソスがあれば、こういうことができる。例えば、水報だと、 なんかよく分かんないけど多分もう一つなんかデータセンター予備のデータセンターがあったらしいんだけどそこはあの普段は手動を切られたんですねこのフェールオーバーが自動的にするんじゃなくてあのその手順もちゃんと決まってなかったりそういうことがあるんですそれは全くおかしいんです。で対象外性を持つシステムを作ろうと思ったら障害を起きた何をする どうしたどういう障害を予想されて、それに対してどういう対応すべきかってことを想定して、それをかつ自動的に行う、それが大規模なシステムのためには必須なんですよね。で、こういう故障が起きても安全なように設計するってことが、大規模分散にとっては必要なシナリオなんですよ。まあ、全体としてはその故障を検出する、あるいはこのリーダーをちゃんとあの選挙して選び直す。 こういう機能が多分あの必要なんです。これは別にクラウドアズルだけじゃなくて、でこれからおそらく大規模なシステムを作る場合には、そういうことを常に念頭に置いてあのシステムを作るんだけそういうのが実はできてないんですよ。で、もうちょっと別な例を挙げましょう。パクソスとコンテナの技術。コンテナは今、例えば あのまあ、先ほどのメッセージはどっちかっていうと、クラウド以前の、まあ、できるだけこ,うこ,これぐらいやっときゃ大丈夫だろうっていうので、まあ、レプリカは二次作ったけど、なんかちゃんとフェールオーバー考えてねとか、あの本当にプライバリーが死んだ時にどうするかってことは何も想定されてないとか、そういうことは多分いけないんです。で、それが実は今のコンテナ技術は実はクラウドじゃなくて、コンテナですよ。その中でも実はそういうことはきちんと考えられていった話をしようと思います。 ね、これは GFS というか Google ファイシステムですね。これはまあ有名な形なんですけれども、えー、とマスターからクライアントに呼び出し、あのーまあ、呼び出しはだから1、2で、あのー、1と2、あのー、クライアントを呼び出してそのまま書るんですけども、書き出しの場合には、 えーとセカンダリーのレプリカ2333ってずっと続くんですけどもでセカンダリーに移って、まあ、先ほどと同じですねあさっきはあの5個の場合だったのこれは3個の場合ですけどもでそこのところにあのちゃんとアッが帰ったらあの書き込み成功になる三重化されてるって話ですね。そういういのの,あの Google ファイルシステムというのはこういう形になっているんですけれども、こういうダイアグラムは昔から僕も知ってたんですけれども、こういう構成を動的に可能にするメカニズムの実は実はあの明らかじゃなかったんですよ。 でこれは昔、クラウドの技術的特徴についてってやつで、ね、分かれた論文なんですけれども、まあ、Google のファイルシステムや EC2 のようなサービス提供ができるためには、ネットワーク上に分散して存在している物理的なリスクや物理的なあのサービスを仮想化して、論理的に管理して、動いていないものはリソースクをスプーン登録して、要求に応じてそこからリスクを取り出して仕事を割り当てて、 サービス提供を補しななければならないでこういう課題とても重要だってことはみんな気がついていたんだけどどういうふうにやってるかは実はアマゾンもグーグルもマイクロソフトもあまりそこは公開してこなかった個々のアプリケーションとか個々の GFS とか個々のビッグテーブルの動きについてはいろいろ論文も出たしだけどその背景そういうものを全てあの統一的にクラウド全体で どういうふうにリソース管理をしているのか、どういうふうにリソースを割り当てて、どういうふうにその変動する要求に応えるかってことは、実はあの明らかじゃなかったんですよ。で、ところがですね、まあ例えば、これは昔の,あの Google のクラスターの図なんですど、ある時僕、この図を見て、変なものを見つけるんですよ。で、これ何かっていうと、 あのー、これ、Google ファイルス,ステムの話かもしれないですけど、ここにですね、あれ、ごめんなさい、ワークキューっていうのがあるんですよ。で、これは何なんだっていうの調べたんだけど、どこにも説明がない。DFS のシステムでは先ほど言ったみたいに、いろいろ説明があるんだけど、それに動的に一層割り当ててるのは、多分このワークキューだろうって想像がついたんですよ。だからどこにも 情報がなかったでところがですね、それがですねあの、いつだっけ、これは2000何年だか、あの、あんだ年が忘れてしまったけど、最近です、十5年前です。で、ボルグってやつを、技術を Google 公開します。で、これはボルグって名前も僕は知ってて、ワークキューはボルグだろうっていうふうには思ってたんだけれども、 もう技術的詳細をに明かかすことはなかったんで,すでボルグは Google の大規模分散中核技術でありある人をそれを Google の秘密兵器あるいは Google の急速な進化の最もよく保たれた秘密と呼んでいましたで秘密兵器なんですよでただこれは実は Google まあそれ偉いと言えば偉いんだけども、10年以上隠してたんだけど、それを公開するんです。ち,ちまちまいろいろ細かくあのデータは出していって、それがあるとき、こういうこの論文の形で Google はシステムを公開します。これは数万のマシンをターゲットにして、数千のアプリケーション、数十万のジョブを コントロールしか、あの、コントロールするしか、ほんとクラウドの OS ですね。で、その論文が出ます。で、それはパ,あのパクソスと何の関係あるんだと思うかもしれない。実はそうじゃないんですよ。この図をよく見てください。ここの真ん中のところに、わかりますパクソスって書いてるんですよ。パーシステントストアパクソス。実は、この、 ボルグののシスステムの中核部分に実はパクソスが隠れてるんですよでこれはまあその,その情報いろいろリークがあって並行した例えばオープンソースのメソースっていうアーキテクチャが走るんですけれどもこれも実はパクソスって書いてあるんですけど右上に書いてあるズブキーパーこれがあの実はパクソスなんですよ。 で、この辺がすべて、あの、コンテナ技術に流れ込んでいきます。e ーバ e t ツっていうのは、これをだから、あの、一般のユーザーも、だからこういう、ただ、コンテナを受け止めたときに多分多くのユーザーは、これで、ネットワーク上でいろんなサービスを自分のところでも自由に組み合わせて作れるという見方もしたかもしれない。それは別に間違ってはいないんだけれども、それを可能にしてるのは、実は、 その背後にあるその、あのー、マスターが、あのリソースを管理するマスターが、それを、あのー、一貫してボルグ、ボルグマスターってやつがずっとそれを支えてるからですね。で、メソスのマスターも、これはあれですね、三自由化してます、マスターが3つあって、それがズーキーパーって、パクソスのコントロールのもとに、何かマスターに問題が起きたときに、 それれを入れ替えていくボルグの場合には実は50あの,50のマ,スターマスターが5つあってそれが問題があったらそれを切り替えていくというスタイルなんです。といはそれだけじゃないんですよ。うんとこの図を見てもわからないんですけどもこのボルグというのは実はこの50のサーバーがボルグサーバーなんですが実はこの50のボルグサーバーに のロックの機能、あるいはその,の BNS、ボルグネームサービス、リソースがどこの場所にあって、で、誰の何番目のタスクかっていう全部長い名前空間があるんですそれをボルグネームスペースけど、それの管理をしてるのは、この図には出てないけど、実はもう一つ、パクソスがあるんですパクソスがそのネームサービスを担っていて、それがボルグの,あの50のマスターに、 あのネーームサービスの提供だから、あのまあ、それはチャビーですチャビーが。チャビーがあって、それはあの50のサーバーからなるチャビーがあって、それから情報を得て、実は50のボルグマスターがいるっていう、そういう構成なんです。ではパクソス2段重ね、パクソス5台のマスターと5台の,5台のレプリカと、ボルグマスターの,あの5つの。 あのサーバーレプリカ、あのそういう構成、とんでもなく豪華な構成になっているんですよ。のいずれの中核にも実はパクソスが使われている。ということに、あ僕がこれ見たときにあ、そういうふうになってたのかって、これはそういう意味では非常に信頼性が高いとよく分かったんですが、これは要するにパクソス二2段重ね、パクソの二重にあのチャビーの上に、 ボルグマスターが動いてるでボルグマスター自身も p a タ t o あの,あのプロトコルに従ってフェールオーバーちゃんとやっていくそういうシステムですで。これはかなわないなと思いましたけれどもただ今我々が現代の大規模な分散システムを作ろうとするならばこういうデザインっていうかこういうあのパターンはある意味必須なんだとむしろ思った方がいいと僕は思っています。 でまあこれはメソスもそうですクバネツもそうですねクバネツなボルグの,のオープンソース版ですからねでそういうふうな仕掛けになっているってことをちゃんと意識しなきゃいけないというふうに思いますでもう一つあの第一章で話したそのジムワールドの分散システムの特徴付けで何がそれが あのパクソスやそのクバネコンテナの技術に生きてるかって話を少ししようと思います。で実はマスターノードごめんなさい何かキーボードの調子が悪いんででマスターノードの普及っていうのは単なるレプリカノードの普及とは違う問題があります。でまあレプリカだったら別にあのそれをもう一回作り直しらいいだけなんですけれども。 だこういう問題例えばマスターノードがあの何らかの理由で B と接続的になったとしましょう。で、B の側から見ると A の接続が A との接続がうまくいかないってことは、マスターノードが死んだように見えるっていうことですね。で、そうすると B は自分がマスターになることを提案する。で、他のノードがそれに同意したとしても、そういう提案が出されてることを A が知らなかったとすれば、A は自分でマスターであるかのように振る舞う。 こことが起こりんまああの障害っていうのは起きるだけじゃなくて復旧しますからね。で A が一旦眠ってるところに B があこ A は死んじゃったんだと思い込んでマスター死んだから僕がマスターになるっていうとこの時点でマスター2つになるなっちゃうんですよ。でデータレプリカだったら別に2つレプリカ増えた1個増えたってした問題マスターはそうはいかない。ででこういうふうに考えます。でマスターが死んだ時。 あるいは死んだと思われてた時、あるノードは自分がマスターなのことを提案します。で、他のノードがこの提案を受け取った時彼が、彼がこの提案を受け入れるのは、旧マスターのリースが切れてる場合、リースが生きてる間はマスターの交代を認めない。で、提案を受けたノードの多数がそれを受け入れて初めてマスターの交代を落とす。これはもっとアルパクトスで整地化すればいいんだけど、 で、あるノードがマスターになったとき、それはマスターのリースの期間中だけマスターであることができる。で、マスターはノード多数が受けられたとき、マスターのリースの期限延長できる。で、そらくそのマスター、多分数秒単位でリースを延長していくんですよ。で、こういう形で、あの、マスターの交代っていうのが、あの、安全に行われる。これは パクソスのプロトコルとほとんど同じなんですが、後で見ますように、パクソの場合には、あのバロットというか投票をしていくんですが、投票に番号を振るんです、ね。番号の新しいものの,あのリクエストが有効っていう論理をずっとあのいろんなところで使うんです。それはですね、リースと同じなんですよ。あるあのタイムスタンプを押されたあのシステムあの、サーバーが、その それはある数字、そのタイムスタンプを持ってるわけですけども、それより新しいタイムスタンプを持ってるノードの請求の方が実は通るんです。で、2つタイムスタンプがあったら、古いタイムスタンプは捨てられて、新しいタイムスタンプの要求が生き残る。で、それが後で見るパクソスの投票番号っていう考え方と実は同じなんですよ、ね。基本的にはそういうふうに、あのー、 順番時間の順番があって、古い時間と新しい時間があって、古い時間は新しいものに負けるというのは、実はリースがエクスパイアして、あの、古いサーバーは死んだとみなされると同じことなんです。そういう意味では、マスターの交代、それが二重になることを防ぐためのこういう手順というのは、実はあのリースの考え方がベースになります。 逆に言うと、後で見るパクソスの投票番号、新しい投票番号を持つ者の,の言うことを聞くっていうのは、古い投票番号を持ったやつの要求は多分、分あのリースが切れていて、新しい投票番号を持っている者が、実は新しいあのリースの権限を持つという考えとして解釈していくと分かりやすいというふうに思います。で これはチャビーの絵なんですけれどもこれはまああの5つマスターがあってまああの4つレプリカがあるというやつこれとこの上に先ほど言ったボルムの50の,あのマスターレプリカがこの隣にもう1つあるっていうのがあのクラウドのシステムなんですね。 だからこれはあのこういう眼見性というかこういうもので大規模な分散システムが設計されてるってことをあのぜひあの理解してほしいそういうデザインを我々はやっぱりあのちゃんとあの学んでないでパスク1とあげなくてさらにその上にパスと組み合わせてさらに安全なシステムを作る。 というのがクラウドのシステムの中で行われてきたことだということですね。で、それはその第1、あのパート1で見たような、そのネットワークの不確実,確実さに対して、時間の概念を導入して、ある期間だけノードは有効とみなすというリースの考え方のある種の延長なんですよ。で、そういうものとして次、あのー、 パクソスの説明をしたいと思います。